数年前の私の武勇伝。2、3年前、母がパート先でセリをもらって帰ってきた。セリなんてあなたたち見たことないでしょうってんで、料理する前に袋から出して見せてもらったんだが、母がけげんな顔して、あら?とか言い始めた。どうしたのかと思ったら、セリにあるはずの特有の匂いがしないのだという。私も嗅いでみたが、何の匂いもしない。ほぼ無臭だった。時期外れだからかなぁとか言ってたんだが、そういえば昔、何かで、セリによく似た毒草があるって、読んだ気がするなぁと思い、ネットで調べてみた。そしたら出てきた。その名もズバリ毒ゼリ。セリと一見すると似ているが、毒性が強く、2、3本食べただけで中毒死した例もあり、おまけに、素手で触っただけで、皮膚から毒が吸収される場合もあるという毒草だった。本物のセリと違う特徴はいくつもあるんだが、その中でも最もわかりやすい、最大の特徴として挙げられていたのが、セリ独特の匂いがしないというものだった。大慌てで母のもとに知らせに行き、そのセリが毒ゼリである可能性を伝えた。パソコンの前で、毒ゼリの画像ともらってきたセリを比較してみたらビンゴ、母がもらってきたのはセリではなく毒ゼリだった。母以外にも、その毒ゼリをもらって帰ったパート先の人が何人かいたらしく、母が大慌てでもらった人たちに連絡して回り、結果毒ゼリは、誰かの口に入る前に全て処分された。最悪、死人が出るところだったのを未然に防いだと褒められた。雑学好きでよかったなと思った。